第三惑星の秘密は、ロマン・カチャーノフ監督によるアニメーション映画。1981年、モスクワのソユーズムリトフィルムで制作された。キリール・ブルイチョフによる子供向け科学小説、アリサ・セレズニョはシリーズの中のアリサの旅に基づいている。この映画はロシアではカルト映画とされ、アニメーション映画や SF 映画のトップリストの中に登場するほどである。 この映画の短編小説がキリール・ブルイチョフ自身によって書かれている。また、この映画を元にしたコンピュータゲームも制作された。2009年には続編となる映画、アリサの誕生日が制作された。2181年、宇宙動物園のために珍獣を捕まえようとゼリオヌイ船長の宇宙船に乗って旅立ったセレズネフ教授と娘のアリサ。 宇宙の生き物に詳しい宇宙飛行士の後をついていこうとするが何者かに阻まれてしまう。おしゃべり鳥が宇宙飛行士の行方を知っていると知り、その言葉を手がかりにメドウーサ銀河系の第三惑星を目指すのだが、ザ・ミステリー・オブ・ザ・サード・プラネットアニメーター RU2017 年7月1日閲覧ミア・ファンタスティッキー 123Z100 ゾーラタ、n e w s r u com。二千十七年七月一日閲覧。ハイエスト・レーテッド・アニメーション。フィーチャー・フィルムズ。IMDB。二千十七年七月一日閲覧。トップ百モースとインポータント・サイファイ。ファンタジー・ムービーズ。ミア・ファンタスティッキー57。五十七。 http://www.mirf.ru <ml> スラッシュアーティクルズスラッシュ ART27356HTMABCDE アニメだと、都立多摩図書館所蔵16ミリ映画目録累積版東京都立図書館2017年7月1日閲覧ありがとうございます